皆さんどうもこんにちは、ヒカクです。今コミュニティで e フットボールアプリ2024に求めていることたくさん募集してますので、ぜひコミュニティからコメントしてください。ということで本日も無料分からいきましょうか。なんとヒカク、昨日の分引き忘れてしまいました。これさ、僕貯められると思ってたんだけどさ、これ貯めることできないんだね。ということで、実は昨日引き忘れちゃったんですけど、今日の分はしっかりと引いていきましょう。ちなみに皆さん、エピックすでに何名出ましたでしょうか。まだ出てないよって方、コメント欄にコメント残していってください。ということで本日私プティ一人出してますから、もう一人のエピックを求めて来いよ、レッツゴー。ねえ、もう全然来ないじゃん。まあでも一人だけ来たからいいのかな。うん、いや、デウロフェウがガチャから、デウロフェウ、何のダジャレでもない。皆さんどうもこんにちは、ヒカクです。本日は4月31日からやってきた応援エピックガチャレベマヒカクやっていきたいなと思います。皆さん、緊急で今撮ってるんですけど、このガチャ月曜日の11時までしか引くことができませんので、ぜひ迷ってる方、引きたいなと思ってる方、この動画を見た上で判断してあげてください。まあ今回50のボックスになったことでだいぶ引きやすいですよね。そのあたりの話だったりとか、いろいろなラインブレーカーの最高峰の選手たちの比較持ってきましたので、ぜひ参考にしていただいて、ちょっとでもいいな、参考になったなって思ったら高評価、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。高評価のゴリ押しうざいて。ということでまずは今回のエピックガチャちょっと特殊になりますので、そこの話からしていきましょう。今回はビッグタイム応援が入っていて、他49選手が通常の全50のボックス、いつもの3分の1のサイズのボックスガチャとなっております。基本的にいつもはですね、150のボックスで3名いますので、確率的には50分の1でいつもと同じなんですけど、普段のガチャだと狙いじゃない選手が先に出ちゃったりとか、そもそも規模がでかいので、僕もありましたけど、100連しても誰も出ないとか、まあ沼るとあるんですよね。っていう中で今回は50名引けば狙いの選手が絶対に出るっていうのはめっちゃありがたい形式ですよね。それこそ今回20連とか10連で出た方もすごく多いんじゃないかなって思ってますね。でしかも今ね、10連900コインで引けるって考えたら、5000コインではなくて4500コインで確定ゲットすることができますので、これもなかなかにでかいんじゃないかなって思ってますね。でもちろん今回のガチャもえぐいんですけど、改めて考えると4月に来たビッグタイムガチャやばかったですよね。富安さんとかレオンとか、とてつもない選手がいる上に、あの時は確かハイライトまで入ってたので、今思い返すとあの時のガチャってバグレベルの豪華さだったなって思ってますね。まあそれは置いといて、とにかく50のボックスが激アツなガチャとなっております。っていう中で応援が実際に強いのか、こっから見ていきましょう。今回総合値100型とおすすめ型2種類作ってまいりました。まずは総合値100型がこちらですね。普通にですね、 e フットボールのおすすめ育成でも総合値100乗るんですけど、ちょっといじって実戦型に修正してみました。チームスタイルにポイントを振っても TS100 で総合値100乗りますので、ご安心ください。そして実際にですね、僕が作ったおすすめの育成はこちらになります。まあ決定力をどこまで上げたいかなんですけど、個人的には TS100 で90乗ってれば十分だと思ってますので、シュートへのタレントポイントを抑えめにしてドリブルに厚く振ってみました。こうすることで小回りも効く上に、スピード瞬発完璧の得点能力抜群な究極で完璧なラインブレーカーに仕上がります。実際やばくないですか。だってスピード瞬発が両方95超えて、ドリブル系も90超え足す、さらにオフェンスセンス決定力が90超え、なかなかいない能力ですよね。で実際にですね、数試合使ってみたんですけど、めちゃくちゃ使いやすかったです。とにかく抜け出しの質がいいのと、スピードに乗ったら止められない感はありましたね。あとは地味に逆足がいいのもでかいですよね。この後も比較見ていきますけど、ここがですね、他選手との差別化要素に間違いなくなってくるんですよね。いや、この性能で B 固定はシンプルにえぐいね。サビオラ狙わなかった方とかは、このチャンスに応援獲得しに行くのはめちゃくちゃありだなって思ってますね。で問題はですね、まあこれおそらくいろんな方が言ってると思うんですけど、スキル構成なんですよ。まあ渋いね。まずダブルタッチワンパスルパまでは確定でつけたいかな。そっからアウトスピンあたりも狙っていただきつつ、まあ、最後は低めのスタミナを補うって意味でスーパーサブあたりがつけられるといいかな。まあ、スーパーサブに関してはどう使いたいかで好み分かれると思いますので、スタメンで使いたい方とかはミドルシュートとか足裏とか、そのあたりがつけられるといいかなって思ってますね。とにかく獲得する方はスキル追加必須でやるようにしてあげてください。まあそうだな、がっつ
つりやってる方とかだったら、まあディビジョンの報酬とかでスキル追加もらえたりしますけど、ライトにやってる方だとスキル追加しないとなかなかガチスカには入り込んでこないと思いますので、まあそういったところで自分の状況でも当たり度は結構変わってくるなって思ってますね。でまずはですね、他のオーウェンとの比較を見ていきたいなと思うんですけど、レジェンダリー版からはアウトスピンがなくなってるものの全体能力が向上、これはもう圧倒的に今回ですね。でもう一人のですねエピック版との比較はこちらになります。これね、能力めちゃめちゃいい勝負なんですよね。まあ、能力はほぼ互角と考えていただいて、注目はアウトスピンのスキルが消えている代わりに今回逆足が上がってるんですよね。まあ、結局スキルに関してはスキル追加である程度カバーできるって考えたら、まあ今回の方が総合力は高そうですよね。50のボックスですし、応援好きな方は今回に乗り換え狙いで引くのは十分ありだと思っております。この比較を見ながら考えてみてください。でまあここまでで応援の強さっていうのはだいぶ伝わってると思うんですけど、実際に他のラインブレーカーとの比較を見ていきましょう。でまず誰から比較しようかなと思ったんですけど、小柄で速くて小回りが効くラインブレーカーって意味ではタイプとしては一番近いのはサビオラだと思ったので、サビオラとの比較持ってまいりました。足元やフィジカル、パス系、そしてスキルはサビオラ、逆にですねオフェンスセンス、スピード、そして逆足が応援優先になってくるんですよね。まあダブルタッチ初期装備だったりとかドリブル能力を見てもドリブルの細かさみたいのはサビオラには及ばないと思いますけど、スキルが完成された時サビオラと同等かそれ以上の魅力がある選手だと思ってますね。これ見るとなかなか欲しいなって思ってきちゃいますよね。ただまあサビオラ持ってたらやっぱり十分かなと思ってますね。僕もこのサビオラにワンパ、アウトスピン、スーパーサブ追加して使ってるんですけど、めちゃめちゃ強いし、美化金とかでサビオラ獲得した方はそっち使っていただく形で全く問題はないと思ってますね。で次にですね、同じビッグタイムのラインブレーカー、エトーとの比較になります。いやこういうの見てもね、マジで応援の能力高いんですよね。一見ですね負けてる数値多いように見えますけど、足元、オフェンスセンス、スピード、瞬発、ボディコンなど大事な数値は応援優勢なので、もちろんどこまで行ってもスキル問題は引っかかりますけど、スキル追加さえしちゃえば僕は応援の方が強くなるんじゃないかなって思ってますね。でお次にですね、ラインブレーカーサラーとの比較。いやーサラーも強いね。スキル追加習慣なのでできないですけど、この完成度っていうのはやっぱり習慣の中では異次元ですよね。フィジコンボディコンの違いなんかもありますし、初期状態で言えばサラー優勢ではあると思うんですけど、やっぱりこれもねスキル追加していけば応援も主要能力は負けてないので、ここに B 固定って考えたら十分応援も魅力的だと思っております。でこっからですね、ラインブレーカーの2トップ、ムバッペとルンメリゲとの比較見ていきたいなと思うんですけど、まずはショータイムムバッペとの比較。これに関してはね、ちょっとタイプが違うラインブレーカーって意味合いですかね。フィジカルが大きく負けたりとか、パス系も負けてたり、当然スキルに関してもムバッペの方が上なんですけど、一瞬の抜け出しとか小回りに関してはムバッペ以上の爆発力がありそうですよね。まあ、さっきも言った通り、ムバッペとルンメリゲとは若干違うタイプの希少なラインブレーカーになってくると思います。まあでもね、ムバッペはこれで現役なのが強いんですよね。 B 固定ではなく A になる可能性もありますので、ムバッペが A の州はムバッペに勝てるラインブレーカーは他にいませんよね。で最後にルンメリゲとの比較。これはまあムバッペと同じような傾向かな。フィジカルが完敗してる分、細かいタッチは応援に分があると思っております。ということで、もういろんな選手との比較持ってきたんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。まずはまあ僕なりの意見も話しましたけど、細かい比較は止めてみていただいて、自分の中でしっかりと消費してみてください。でも間違いなく言えることは、応援の能力は今の現環境のラインブレーカーの中でもトップクラスだと思ってますね。まあ、あとはどういったラインブレーカーを使いたいかの好みと、本当にスキル追加次第だと思いますね。スキル追加、特にダブタ、ワンパ、スルパ、アウトスピン、この辺りが追加できればガチスカに高頻度で入ってくるラインブレーカーになってくると思います。ということで、これらをすべて踏まえて僕なりにガチャ評価していきたいなと思うんですけど、今回のガチャおすすめ度 4.5 でございます。まあね、ボックスの規模考えたらさすがに激アツガチャだと思いますよ。50人のボックスでこのレベルの選手が手に入る機会ってそもそも超絶珍しいので、課金できる人は回しておいて絶対損はないと思いますね。まあ能力的にもですね、応援が使いづらいってなる可能性は今後アップデートで環境が変わることを考えても極めて低いと思ってますね。ただこれあくまで個人的な意見なんですけど、結局ね、まあ、ルンメリゲとかムバッペの牙城を崩せるほどではないと思ってるんですよね。特にムバッペなんかはシーズン始まれば
ライブアップデートもエピック並みになりますので、無課金とか美課金の方はこの2人持ってればグッとこらえて2024に貯めていただくっていうのも全然ありだと思いますね。でラインブレーカーの構図でいうと、時点でサラ、サビオラ、エト、この辺りと並んで応援は入ってくると思いますので、まあそうだな、サビオラとかルンメニゲとかビー固定のラインブレーカー持ってない方はこの機会にちょっと課金して引きに行くのはめちゃくちゃありだと思っております。まああとは何度も口酸っぱく言ってますけど、2024のアップデートですかね。ここも意識しながら最終判断してみてください。まあ僕から言えるのはここまでです。いろんな要素は提示しましたので、これを踏まえた上で最後引くべきかどうか自分の中のリトル比較と相談してください。今日も最後までありがとうございました。アップデート間近でちょっと急ぎ足でしたが、伝えたいことは伝えられました。満足です。今日もありがとう。バスケもサッカーも応援しようぜ。いつもありがとう。